こんにちは。整体ニコニコスタイルのネドです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしていきたいと思います。ということで今日はですね、心穏やかに過ごすコツということでですね、お届けしていきたいと思います。今日はですね、ちょっとざっくばらんな感じでお話したいと思いますので、ちょっとお気軽にですね、聞いていただけたらなと思うんですが、私の整体院のお店にですね、いろんな人が来られてまして、そういう方だといろんなお話ししているとですね、長く来られている、常連な方からよくいただく、声といいますか、感想にですね、最近心が穏やかになってきましたですとか、あとなんかちょっと怒らなくなってきたとか、お家で怒ったりすることね、私もありますなともあると思うんですけど、それが回数が減ってきたとか、ね、なんかね、気持ちよくね、穏やかに過ごせることが多くなってきたというふうな感想をいただくことって結構あります。で、特にですね、全般的にそうなんですけども、特に肩周りとか、首とか、頭痛とか、上半身ですね。上半身の症状がある人に特に、顕著にですね、特に、よく現れるんですけども、心穏やかに、あんまりね、怒ったりもせずに、結構気持ちよく過ごせるというようなことなんですよね。で、それが、なんでなのかってなったことで、またちょっと今日ね、考えてまして、やっぱりですね、これって、心身一如なんですよね。心身一如、ね、心身一如ですね。これ心身ってこれ漢字を反対にしても同じ四字熟語であるんですけども、心と体が一つの如しというふうに書いてあるわけなんですけども、体と心っていうのは切っても切り離せない関係がありますよというような。より熟語なんですね。それを、この感想をね、聞いてですね。やっぱり、心身一如だな、というふうに、改めて思いました。で、今日はちょっとそれについてお話ししようと思うんですが、例えばですね、お腹が痛いと、ね。あなたがお腹が痛いと、ね。お腹が痛い時に、例えば、あなたの大好物の、ね、例えばカレーライスとか、カレーライスじゃないかもしれないですけど、ラーメンとかわかんないですけど、ね、大好物があったとしますね。その大好物をお腹が痛い時に食べようと思っても、それをですね、美味しく楽しめるかって言われたら、楽しめないんですよね。なので、それと同じように体がね、調子が悪いとですね、やっぱり心も調子が悪くなって楽しめないってことあるじゃないですか。ね、それとか、ね、どこか、遊びにね、旅行に行こうよとなった時もですね、例えば、ちょっと膝が痛いとか、ね、腰が痛いとか、あるいは頭痛だったりとか、した時に、ちょっと体調悪いと、足も痛いし、頭も痛いし、その時にですね、旅行行って、ね、本当に心の底から楽しめるかって言われたら、なかなか楽しめないですよね。もうその痛くて、ね、その場をやり過ごすだけで精一杯ですし、ね、逆にその友達とかに迷惑かけてしまうんじゃないかってことでね、ハラハラドキドキしながら、旅行しなきゃいけなくて、もう全然楽しめないってことありますよね。それと同じでですね、やっぱり心と体っていうのは繋がってるんですよね。なのでですね、体がね、穏やか、ね、痛みもないし、ね、嫌な感じもないし、ね、調子の悪いこともないし、ね、体がこう泣き叫ぶことがない、ね、そういう状態であれば、心っていうのも、自然に穏やかになっていくんですね。それがですね、この四字熟語となってですね、心身一如という言葉がですね、ね、昔からあるわけなんですけども、これがですね、なかなかこの、現代の私たちには、なかなかこう理解できなかったりするわけです。ね、一昔前であれば、ね、こんな心身一如っていうのは当たり前のことなんで、何かね、あった時は、何か、例えば、嫌なこととか、ね、怒ったりすることとか、ね、あったとき、ね、悲しいことがあったとき、そういうときは、そういう、事柄自体を解決するのもそうなんですけども、体自体に何かね、ちょっと問題があるかもしれないんで、そういうときはですね、体も一緒に整えたというのが、一昔前であれば、当たり前に行われてきたわけなんですけども、今は結局、
結構ですね、この心と体、ね、頭と体を別個に考えるという、まあこの考え方っていうのもね、まあ、西洋医学っていうものが入ってきたときにですね、それが入れば入るほどですね、西洋医学っていうものが入れば入るほど、その心と体ですね、まあ物理的なものと、まあ心っていうのは目に見えませんから、物理的じゃないものを、まあ分離するようになってって、まあこれをですね、まあ心身一如ってことを結構ね、まあ理解しがたい、ね、不思議だなと感じるっていう風になってきたわけですけども、本来体っていうのはこういう風な、まあものなんですね。まあ例えば、まあ先ほどもお話ししましたけど、まあ例えば赤ちゃんとかですね、ちょっと違う話で言うと赤ちゃんとか、まあ動物とかですね、ペットの犬とか猫とか見てもらえばわかるように、例えば赤ちゃんだったらですね、例えばちょっとおねしょをしたと。ね、おねしょをしたら、不快だから、もう叫びますよね。で、お母さんって呼ぶわけじゃないですか。で、それってこの体が不快っていうのを、もう心で、もう感情表現した結果として、こう泣き叫ぶっていうことになってますよね。あとはなんか、まあ美味しいとかね、嬉しいことがあったら、もうすぐニコニコしますよね。っていうふうにですね、体と心が常にこう、一致してたわけです。常に一致してたわけです。ですが、それがですね、いつの頃からかですね、まあ、大人になるに従って、心と体を分離すると。ね、心でもう、嫌だと。思ってても、それを顔に出さないようにするとかですね。もうすごく、ね、しんどくて疲れてても、頑張って何かね、家事をしたりとかですね、仕事をしなきゃいけないとか、いうふうに、心と体をですね、いつの頃からか分離して、で、大人になるに従って、この心と体を分離してですね、生活するようになってくるとですね、まあ、そういうふうにね、分離できるのが大人だと。ね、心でこう思ってても、顔に出さない、ね。心でこう思ってても、体に出さない。というふうに、体と心を分離すればするほど、まあ、高尚な大人だと。ね、もう、本当に、ね、理性的で、まあ、大人たる、まあ、見本だと。ね、これが大人だというふうな、何かですね、こう、風潮があってですね、もう私もやってきましたし、まあ、あなたもですね、してると思うんですけども、本来は違うわけですね。本来は違います。ね。本来は、まあ、体が楽になれば、心は自然と穏やかになりますし、ね。体が楽になれば、自然に心も、ね、気持ちよく生活できますので、ね。なので、こう、本来は分離する必要がないんですね。かといってですね、もう体で感じた不快ね、お腹が痛い時に、ね、誰かに八つ当たりするとか、ね、こんなんは、ね、大人として良くないですね。それはどうしたらいいかっていうと、やっぱりですね、もう体のレベルをどんどん上げていくと、ね、体をより良くしていくと。より良くできればできるほど、あなたの心の余裕ってのもどんどん大きくなってきます。広くなってきます。なのでですね、こう分離してね、体と心を分離して、ね、ストレスを抱えてね、体で、心で思ってることを体に出さないようにして、体で感じてることを心に出さないようにして、ね、こう分離して、ね、それによってストレスを感じて、それに耐えて、ね、生活するんではなくて、やっぱりですね、私たち、ね、生活して生きていくときにやっぱ楽しくね、気持ちよく生活したいじゃないですか。で、しかも、健康的に生きたいですよね。そのためには、やっぱ心と体っていうのは健康的に生きるためにはですね、やっぱり心が、体がですね、まず、体がまず健康的じゃないと、ね、心も健全ではありえませんので、なのでそういう意味でですもんね、そういう意味でもですね、まずあなたが抱えている腰痛だったり、ね、膝の痛みだったり、肩の痛みだったり、頭痛だったり、そういったものをね、あといろんなね、不調だったり、そういったものをまず体を元気にして、そしてただね、痛みとか不調が改善するだけではなくてですね、それだけではなくて、よりですね、気持ちよく、ね、心を穏やかに、楽しく、ね、嬉しくね、生活できるように、体をですね、より軽く、ね、よりスッキリと、ね、させていって、そして、それによってですね、心の余裕、心の軽さ、ね、心の気持ちよさ、スッキリさ、っていうのも手に入れて、まあ、行かれるのが、まあ、一番ですね、このストレスを感じずに、ね、ストレスなく、しかも、心も元気で、ね、体も元気で、体も健康で、ね、生活できる秘訣じゃないかな、というふうに思います。で、こういうのが、当たり前になってくるとですね、まあ、心が調子悪い時に体から改善することもできますし、
で、体が調子悪い時に心の面から改善することもできますし、まあ、いろんなね、アプローチ方法、いろんなね、やり方っていうのがまた生まれてくると思いますので、ね、そういう意味でも、さらに余裕ができていいんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、今日はね、心を穏やかに過ごすコツってお届けしたんですが、まあ、これはもう、ね、心身一如なんですね。なので、まあ、あなたがもしどこかに体が、ね、問題があるんでしたら、体を改善していく。ね、これがまた一つね、手段になって、まあ、これがですね、かなり、今ね、不足しているものなんじゃないかなと思いますね。やっぱり頭だけで考えがちですからね。なので、体っていうのはちょっとね、振り返っていただくといいんではないかなというふうに思いまして、で今回動画を撮らせていただきました。また、今回のね、内容を聞かれまして、思ったこととか、感想とかありましたら、下のところからコメントね、いただけると嬉しく思います。またですね、こういった、体にいいこととか、心にいいこととか、ですね。根本的に改善する方法をね、知りたい人は下のところからチャンネル登録とかですね、高評価マークしていただけると嬉しく思います。ということで、今日はですね、心を穏やかに過ごすコツということでお届けしました。本日もどうもありがとうございました。